皆さんこんばんは。こんばんは。本日はシャレにならない、裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。もうこの企画はかなり好評だったことだというのを聞いてますけども、ね、そうなんですよ。で、今回コラボ会でございまして、はいはい、今回のゲストなんですけども、2番煎じと言われてもチャンネル、からですね、藤吉さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。藤吉さんはですね、一体どのような方なのかと、説明させていただきますと、なんとですよ、現役の弁護士さんでございます。おー、はい、すごい。で、弁護士として働きつつ YouTube をやられているという、そういう認識でよろしいですかね。逆ですね。逆YouTube やり、はい、YouTube をやりつつ、はい、やりつつ弁護士もやる。違うな。YouTube がメイン。YouTube がメインで、片手間弁護士ってことですか。頼りにならねえみたいな感じになってるけど。となってくると扱い変わってきますけど、大丈夫ですか。両方本気でね、両方本気でやってらっしゃる。いや、ちゃんと弁護士メインでやる、ね。そうですよね。最近忙しくて、あんまりチャンネル更新できてなくて。ああ、そうなんですね。はいはい、そうですよね。で、このですね、シャレにならない裏の話なんですけども、はい、ゲストの方をお招きしまして、その業界の人しか知り得ない、裏の話ですとか、なんか事件こんなことあったんだよみたいなことをね、掘り葉を聞いていこうかなという、企画でございますけども、今回は弁護士の裏の話ですよ。なんですかね、弁護士さんってやっぱ僕たちがなんか想像することよりいろんなことをやっぱしてて、いろんな経験されてるから僕やばいと思うんですよね。使えるというのはありますかねっていうような気になりますよね。結構あるじゃないですか。特にその誹謗中傷メインに扱ってるので、はい、そうなんです、ね、はい、あの2人のこう私に対する対応によってはちょっと考えないと訴えられないからやばいんかい僕らまず、そもそもシャレ裏、はい、世代どれぐらいですか。世代僕が44です。あ、僕が今年46になる。1978年生まれです。じゃあ多分あんま変わらないですよ。私も、はい、あの1974年なので。ああ、はい、ですね、はい、昔小学校の時、はい、裏ってなんか聞くと、はい、むちゃむちゃすごいいい匂いがした。いい匂い、匂いじゃない。なんかでも香ばしい感じがしましたよ。香ばしい感じがしましたよ。なんかね、裏って聞くとね、はい、昔は、はい、あのまあ、お二人の方はご存知だと思うんですけど、はいはい、まあ、もちろん裏ビデオっていうのがあって、はい、あ、ありましたね、はいはいはい、要するに、はい、今は簡単にモザイクの先が、はい、どこでも見れるじゃないですか、はい、インターネットで。でも昔は、はいはいはい、裏のそのモザイクの先見るのには、もう裏見れるってことですよ。そうですよ。そっから来てるってことでいいですか。いやいや、遠いな。裏見ようからこれ来てるわけないですよ。単純に写真にならない裏の話だよ。そう裏側っていうことですよ、これは。ごめん、裏ビデオの話じゃないです。はい、違うんですけど。どんな裏ビデオ好きだったの。いやいや、いいのかい。それはいいのね。どのようなね、お話が聞けるのか非常に楽しみなのですが、はいはい、なんか初めにトピックとしてはどのようなこと、そんなことがあったよみたいな。僕が太田プロ、え、オーディション受けて落ちた話からしていいですか。ちょっと待って、いや、まあまあ、お二方太田プロだった。もっともっとです。もっともっと大切にしていました。はい、あの綺麗に綺麗にやめさせていただきました。はい、はい、本当ですよ。綺麗に。ちなみにオーディションはコンビで受けたんですか。はい、オーディション組じゃないんですよ。複雑な形なんですよ。ちょっとこれこそ裏ルートです。はい、その、ね、裏好きだな。裏好きだな。皆さんやっぱオーディションじゃないですか。はいはい、僕もともとこのコンビじゃないコンビで太田プロに入るんですけど、はいはいはい、もうそのオーディションからじゃなくて、はいはい、もう直接その、まあ、芸人をまとめているマネージャーさんのトップの方に紹介していただいて、はい、その、オーディション会場でオーディションという形じゃなくて、はい、もうあの太田プロの月わらっていうライブにゲストで出たのがオーディションだったんです。僕、じゃあそこで焦げたらもうダメだった。はい、そこじゃあ突破したんだ。ギリギリギリだったんかギリギリだったんかギリギリ突破して、ね、まあ所属になったって感じですね。ああ、でその後に彼のコンビが解散して、僕はまた別の事務所にいたんですけど、もともと仲が良くて進行があったので、はい、引き抜きです。そうっていう形で僕は移らせていただくことになった。今こんな仲悪いのに見てないですよ。仲悪いのかは一切全然知らないでしょそうなんですよ。でそれで太田プロに昔入、いや昔、あの一応、はい、こう
もうあんまり下に言ってないんですけど、はいはいはい、ちょっと芸人やってた。芸人というか。で弁護士さんとどっちが先なんですか？私ね、弁護士の勉強し始めた30になってからなんで、はい、その前に、はい、結構いろいろそういう、あれなんですよ、舞台演出とか、はい、そういったことやってて、はい、はい。で、はい、一時ちょっと血迷って、はい、なんかお笑いやってみようみたいな。はい、なるほど、はい。で、その時に、うん、パペットマペットとか、はい、ほうほうほう、そうなんですよ。だから楽屋に普通にパペットマペットがマスク取っていたんです、はい、イケメンのやつが、はい、男前ですよね。パペットマペットさん男前なんですよね。でダンディ坂野さんとか、はい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 、でその時にちょろちょろやってて、あ、そうなんですね、はいはい、で昔ガチンコって番組あったの知ってます？ガチンコありますね。竹原さんとかやってる、はいはい、あれの漫才道に、ガチンコ漫才道じゃないですか。あれ出てるんですよ、僕。そうなんですか？出てて、はい、むちゃむちゃ字幕付きで、はい、ダメ出しされてるとか映ってる。巨人賞でしょ。そう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 。むちゃむちゃダメ出しされてる。だってね、今はスターの方とも結構出られてますからね、あれね。はい。ね。で、はい、そうなんですよ。はい、ただ、まあ、字幕付きで怒られて、はいはいはい。はい、よく、ガチンコってなんかやらせっぽいような感じの話あるじゃないですか。結構漫才道は本当にガチだったんですよ。で、はい、相方が緊張しすぎて、はい、セリフ全く飛んで、はいはいはい、で散々ダメ出しされて、お前ダメ出しされてたな、みたいな感じでいろんな。その映像残ってるんですか？そうなんですか。で、そっから太田プロ行かれたんですか？太田プロはなんかオーディション、はい、とりあえず受けてみようって話になって、はいはいはい、受けたんですけど、結局、もうネタが当日まで出来上がんなくて。まず出来上がってないと相当来てますね。で、もうオーディション会場を無言で掃除し続けたらどうだって誰かが言い出して、うん、一緒にこう考えてる中で。はいはいはい、で、で、オーディション会場をこう、はい、ひたすら掃除して、全部、灰皿とかも全部きれいにして。四谷三丁目のね。そうそうそう、はいはい、黙々と。で、結構、はいはい、太田プロのオーディションって、はいはい、もう順番に、こう、待ってる人が座って見てるんですよ。で、そいつらからも、なんかちょっと微妙な空気とかも流れて、はい、まあ、笑、はい、来ないっていうやついたんですけど、はい、そうですね。で、まあ、全然面白くなくて、当然落ちて、落ちて、で、すごいショックだったのが、はい、残念ながらいるんだよねって。はい、掃除するね。そういうね、ネタやらずに、そういう感じをする人がいるよねと。だったんですね。ただ、僕の前に、はい、もう、ズボンとパンツ下ろして、はあ、なんかお尻の穴広げて、なんか一言なんか、わけわかんないって言ったやつがいて、もうそいつでだいぶ空気が冷え切ってたから、まだ良かったんだけど、そいつがいなきゃったら、我々の一つ世代の上なので、まだそういうちょっと破天荒な方が結構オーディションには来てました。はい、すいません、今日は、芸人のシャレになるなら、違います。違います。そうですよね。はい、弁護士さんです。そうですよね。はい、そうだから、いまだに太田プロって、あ、なるほど。聞くと、はい、その時のトラウマ思い出が。ああ、もう忘れていきましょうよ。もう忘れましょう。今も生きていきましょう、しっかりこれは。じゃあちょっとね、はいはい、弁護士さんの裏の話ちょっと聞かせていただきたいんですけども、はい、トピック一つ目としては何が、はい、結構レアケースだったんですけど、はいはい、交通事故の相談を受けて、はい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 、で、交通事故って、まあ、うちの事務所結構保険会社の代理人とかもやってたりして、はいはい、そこそこ私はその時に山梨県弁護士会に所属してたから、はいはい、交通事故の対応してるケースが多かったんですよ、はい、なるほど。で、まあ、交通事故にいつも通りこう相談を受けて、うん、じゃあ私が対応しますと言って、うん、でその人が、実は、明後日かなんかに実況見分があるんだけれども、はいはいはい、その時に、まあ、どういったお受け答えすればいいんだっていうようなことを聞かれて、うん、いや別に実況見分っていうのはお互いその経験したことを記載するだけだから、うん、そのまんまもう起こったことを答えればいいですよというように、まあ、回答をして、はいはい、でじゃあその人は実況見分に車で向かったわけですよ。はいはいはい、したらすぐそこもうすぐ実況見分の場所に着くっていう直前に別の車に追突されて、一回目も車に追突されたんですけど、その人はその実況見分に着く直前に、はい、また事故に遭って、何これ、
で僕がした法律のアドバイス、はい、もうお払い行ってくださいと。怖いもん。法律あるね。あと直前でってところですよね。うわー、なるほど。車についてんのかその人に何かついてるのか知らんけど、こんなことってないですからね。聞いたことないもんそんなもんは。で後日談があって、はいはい、その人がなんか電話まだ解決してなかったんですけど、はい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 、あの。激レアさんっていう番組に出演以来あったんですけど、はいはい、このそのあの短期間で2回更新なるほど激レアですもんね。ないですよこの子ね。確かに出ていいかと、はい、やって出てください、はいはいはい、言って、はい、その人はめでたくテレビ出ました。あそうなんです、ね、なんですか。よかったねじゃないですよ。いやいや救われたのかなのかよくわかんないけど事故ってるし大変なことですからねこれはね。僕がした法律的なアドバイスはお笑い行くってこと。あなるほど、テレビ出ていいよって。その2点だけ。そうなんですね、そっか、そういう事件絡みとか、なんかそういうのもあるんですね。うん、はい、そうです。交通事故ね。なんか、結構その、ディープなと言いますか、はい、なんか、意外とこれ、危険だったな、みたいなのとか、なんかあったりしないですか。危険。はい。ですね、この間、はい、あの、ガーシーさんの裁判あったじゃないですか。ありましたね。はい。ありましたね。はい、で、あれ、私、アベマテレビに呼ばれて、はいはいはい、はい。その、裁判の時にずっと生でこう解説をするっていうので、アベマで呼ばれたんです。はいはいはい、で、まあその中で、結局、じゃあ量刑ってどの程度になりそうですかねって言った、はいはい、聞かれた、まあ聞かれるじゃないですか。聞かれます、それも気になりますからね。で私は、まあ私のあくまで考えだけど、はい、まあ今回結構実刑の可能性が高いんじゃないかと。はい。はい、というのはまあ社会的な影響力も大きいし、はいはい、まあ海外にも逃げてたし、うん、まあ海外から連れ戻すのにじゃあ日本いくら払ってんだとか、うん、まあそういった事情も踏まえて、うん、まあ今回は影響力も大きいし、実刑もあり得るという話をしたんです。うんうん、はい。で、それは、それで、あの別に特に、はい、あの私の感想で述べただけだったんですけど、はい、はい、はい。事務所にそれを見た人から電話かかってきて、はい。はい。はい、いや、ガーシーは悪くねえだろうと。いうふうに事務所に苦情の電話かかってくれるみたいなことですよね。でもそんなん、まあ、実害的に、例えばその人が乗り込んでくるとか、そういったことはなかったんだけど。ないけども。はい、まあ、事務員が対応してくれて、よかったんだけど。あいつ出せよみたいな感じにはならなかったですか。なんなかったんですけど。ただまあ普通に、こう、はい、ガーシー悪くねえだろうみたいな。悪くねえだろうと。でも思うのが、そういう弁護士をやってる方にそういう誹謗みたいなことを言うのってさ、一番危ないじゃん。そんなすぐやられるぞと思うよね。だって誹謗中傷ね、扱ってる方なんですよ、ね。扱ってるところに誹謗を投げかけるって、すごい勇者って言っちゃよくないけど、わけわかんないなって思うんですよ。それって、例えば。でも誹謗中傷弁護士は受けないかと思うと、はい、私の YouTube のコメント欄に誹謗中傷だらけです。それどうするんですか？どうするもん感化してる感じですか？いや、もうしょうがないですよね。いや、私がね、一回、ソープランドで本番行われて、あれ、大丈夫なのかっていう、はいはい、解説、ショート動画で撮って、はいはい、で、最後に、はい、いや、私はソープランド行ったことないから、はい、まあ、そうで喋ってるますけどね、はい、みたいな、はい、それが、ね、もう200万回くらい見られたんですよ。はいはいはい、もうほぼ誹謗中傷コメントで、いや、お前、週8ソープ顔だろなんで1日2回言ってんだよ。いいですね。いいですね。むっちゃ、むっちゃソープ顔で来たとか。はいはいはい。あ、いや、肝とか。ソープ顔ですね。やめとけ、お前は。言うなのよ、これは感謝です。あ、ダメだ。これは感謝です。これは感謝です。やられる、やられる、これ。なるほど。そうなんですね。すごい人いるんですね。ぜひ見てもらいたいです。わかりました、見させていただきます。そうこれ仮にですけど、はい、こう、藤吉さんのチャンネルに誹謗中傷して、はい、藤吉さんがピックアップして、はい、これじゃあちょっと、ね、訴えてやろうみたいな感じの内容とかも来たりするんですか？来ます。全然来ます。はい。そのラインってむずくないですか？僕らからすると、どれぐらいのこと言われたらいけんだろうみたいな、ね。基本的には、そういう侮辱的な行為は、裁判所で一応、受任限度を超えるかどうかと。要するに我慢の限界を超えたかどうかっていうのが判断の基準なんだけど、いやいや、我慢の限界ってどこだよっていう話で。人それぞれですよ。そうなんですよ。結局は、まあ裁判官のさじ加減なんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい。ええー、でも、そうなんすか？でもですよ。ああ
週8ソープ顔は、これ誰が聞いても、十人限度超えてますよ。うんうん、まあ、そうですね。週の限度、どこ見てんの、どこ見てんの。一週間の限度も超えちゃってますよね。ね時間的な限度も超えてますよね。おかしい話ですよ、これは。でも腹立ちますよね、普通にね。めちゃくちゃ腹立つでしょ。いや、お前誰だ、お前週9だろうと思うお前だと、お前だ、お前週9顔してんだろ、お前、みたいな。結構言われるよね。顔で何々顔みたいな。あ、言われる言われる、ね、バス停でずっとバス待ってそうな顔とか言われる雨の人がの声誰も乗らないようなバス停でずっとバス待ってそうな顔してんなとか言われたりすることありますよ訴えましたよ、訴えました、これ訴えましたよ、ね、やっぱりその顔とか外見って、やっぱり自分の努力じゃどうしようもないところじゃないですか。まあもちろん整形とかそういったものあるけれども、そうは言っても生まれながらの顔を言われても、はい、はい。例えば、お前つまんねえだろって言われても、それはちょっと今後の努力で何とかしようとか、これも一つの意見として、貴重な意見として受け止められるけど、顔のこと言われると、しかも週8ソープって言われると。そうですね、おいってなりますよね。何は言ってないですよね。週5ぐらいですね、それやっぱりね。はいとも言えないし。いや、言ったことないですね。言ったことないですね。言ったことないですね。でも、弁護士さんだったら、世の、やっぱ今お探ししてる世の中のニュースみたいなことって、結構その弁護士さんならではの見解といいますか。意見求められる番組めっちゃ多いそうですよ。だから今だったらね、やっぱりビッグね、ビッグネームの、ね、そういったニュース結構あるじゃないですか。芸能界も、サッカー界もあるじゃないですか。あります。ああいうのって、どうなんですか？その、サッカーに関して言うと、実はその被害者の代理人がまあ私のこの知り合いなんですよ。まあちょっと誰かとは言えないんですけど。はいはいはい、そうなんですね。だからお互いそれぞれやっぱりあの事件に関して言い分があるみたいで。なるほど。はい。ただ、だからこそあんまりね、公にはやっぱり。そうですよね。まだね。言えないし、最終的にはやっぱりこれも司法の場でね、もう決定してる。そうですね。はい。なので、まあお互いそれぞれ、はい。なるほど。言い分があるし、はい。だから、結局なんですけど、その週刊誌が、こう、すっぱ抜くじゃないですか。はい、それって、例えばね、こう、僕らが仮にもうちょっと、こう、名前が売れたとして、はい、身に覚えのないことを週刊誌に書かれたとします。はい。はいはい、これって、この怒り、そしてこの弁明、どうすればいいんですか、はいそれはもう、ないんだから。先のことを見越した上で。やりましたよ、さすがですね、これね。ないんだよ。仮に、仮にじゃないとして。だって、僕なんて、週刊誌すっぱ抜かれ顔じゃないですか、完全に。まあそうだね。いや、もう本当に週15スポーツぐらいやったらいい。いや、もう、月の半分って言い方にしましょうよ、もう。週で言ったらわけわかんねえんだから。すっぱ抜かれ顔なんで、どうしたらいいんやろな、と。その時にね。できることは、まず、もう出されちゃったとして、出される前だと一応出版の差し止めみたいなことを請求ができるんだけど、これってやっぱりなかなか通らないんですよ。というのは、やっぱりこう事前にその発売すら禁止するっていうのは、表現の自由に対する過度な抑制って言われているので、なかなかこう裁判所も認めづらいし、はい。だし、やっぱり、こう直前にその裁判をやっても間に合うかっていう問題もあるんですよ。はい、もう印刷のところ行っちゃったらもう出ちゃうので。そうですね。そうなんですよ。だから、じゃあ出ちゃったとした場合にできることと言ったら、まずは損害賠償請求です。はい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 。この、記事が、事実無根の記事が掲載されたことによって、自分のこう、社会的な評判が落ちたんだと。はい、落ちたんだ。チャンネル登録者数が半分なんだ。はいはいはい、はい。まあ、大体炎上数が増えるんですけど。はい。いっぱいいるでしょ。逆にね。逆にね。逆にね。からくりがあるんですけど。まあ、ただ評判が落ちたと。言ったら、まあ、それに受けた精神的苦痛だったりとか、例えばそれによって、何らかの仕事がなくなったりとかした時は、まあ、その実害も含めて、損害賠償請求をするっていうのがまず一つ取れる。で、二つ目としては、謝罪広告を出してもらうっていうことも。週刊誌サイドですか。はいはいはい。だから、あれは事実無根で、記事に誤りがあったために謝罪しますということをこう載せてもらう。まあ、できることとしては、
大体2つ、はい、あとはまあ刑事事件って言って名誉毀損罪っていうのも一応犯罪ではあるので、はい、うん、名誉毀損罪であったりとか侮辱罪っていう、うん、最近あの木村花さんの件で侮辱罪がちょっと、はい、あの今まではどんなに人を侮辱しても、ね、私のこと週8損得だって言っても、うん、今までは1万円以下の過料みたいにしたの。要するに、そうです。1万円未満です。だから9999円まで。はいはいはい。ソープランドより安いんじゃないですか。いけねえだろ、それじゃ。いけねえだろ、いけないだろ。なんで値段知ってるなるほどなるほど。バケモン出てくるじゃないか。いや、格安のじゃないのビッグマッチによっては、姫がいますからね、僕もね。はい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 。なるほど。はい、だからすごい気になってて、まあ、そうだよね。そう、確かに。それが一応最大懲役までつくようになったので、そうか、だからったんですね。だからこう言う側もちょっとその、はい、犯罪なんだよ、捕まるんだよっていうことを意識しだしてるってことですよね。うん、そうですね、今は、はい、事件自体がね。ただ未だになくならないですね。はい、これなくならない。それずっとずっとあり続けるんでしょうね、はい。こういうものっていうのはね。やっぱり人ってこう、うん、悪いことをした人に対して罰を与えたいっていう願望が強いんですよ。はい、だから芸能人の不倫とか、うん、芸能人の不倫なんて正直被害者なんて芸能人の配偶者しかいないんですよ。はい、あ、まあ大抵ね。はいはいはい。でもなんか被害者を代弁するから、ね、はいはいはい、誹謗中傷するじゃないですか。そうですね。だから結局人ってこう、はい、悪いことをした人に対して罰を与えたいっていう気持ちってなくならないんですよね。うんうん、なるほど。はい、なるほどね。なくそう法としてはもう本当に、はい。ものすごく厳罰化するしかないと思うんですよ。ああ、なるほど。例えば飲酒運転って、日本ってほぼ世界で一番厳しいぐらい飲酒運転厳しい。はい。はい、一発でね、もうね、免許取られて、はい。で、警察とか検察官の扱いもあれで、例えば、飲酒運転で自爆事故で人を怪我させなかったとしても、はい、結構起訴されたりとかするぐらい、なるほど。今、飲酒運転には、かなり厳しくなっていて、はいはい、でその結果としてやっぱり飲酒運転による事故はすごい減ったんですよ、うん、はい、ですよね、現実問題、はい、減ったんです、うん、なのでまあ本当になくすためにはものすごい厳罰を課すしかないんだけれども、はい、でもそんなところにじゃあ何を書いていいのかっていう、うんうん、確かに、確かにね。まあね、難しい問題ではありますよね。何かをやったらこうなるんだよとか、はい、なんかあれですよね、昔なんか、電車のホームかなんかに、痴漢の逮捕、はいはい、うん、ありました、うん。皆さんご協力ありがとうございましたって書いたら、うん、別に逮捕してないけど、痴漢が減ったみたいな話ってあるじゃないですか。だから、あ、なんか、見てるんだ、やられる、自分もそういう危険性あるんだって思うことっていうのはやっぱ、そういうのは減ってくる要素なんですね。まあまあそうでしょうね。ただ、あまりにやっぱり過度にしちゃうと、こう、好きなこと書けなくなるじゃないですか。ぶっちゃけ、週8ストップ買うって意外と面白いじゃないですか。まあね、そうですね。まあ、センスは、的にはいいですよね。でも、それを書いたら、もう、はい、ってなったら、そういうコメントが、センスあるコメントが世の中なくなっちゃうわけですよ。はい、ああ、はい。そうですよね。なるほど。面白みがなくなるというか、そうか。ユーモアがなくなっちゃう。そう、遊びがないですね。うん、だから、やっぱり昔から表現の自由ってのはそれが理由でこう大事にはされていて、はい、傷つけない範囲でのラインをみんなが学ぶってことだもんね。うん、あと藤尾さん、なんかね、有名な殺傷事件にも関わってたっていう。あ、いや、ですね、これはちょっと具体的な名前は出せないんですよ。どこまでちょっとあれするかはまたご相談なんですけど、はい、まあ、そう、死刑確定している。はいはいはい。で、まあ、後半中に私が呼ばれて、はいはいはい、それこそ本当に、はい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 、けど、はい、その人に、まあ、ちょっと呼ばれて、いろいろとお話を伺ったことがありまして、はい、はい、でも、本当になんか、最初に会った時に、ちょっとやっぱりゾワッとしたんですよね。それはもうなんか、はい、放ってるなんか。そうです。やっぱり、ちょっとそこまでやる人っていうのは、どっかやっぱり違うんですよ。はい、もうおそらく病気なんだと思うんですよね、それは、はい。それができるってことは。はいはい、で、そういう人をやっぱり目の前にすると、はい、やっぱりなんか、ありました。そうですね。圧倒されるというか、はいはい、もう自分とは全く違うものと対峙してるという感じです。よくなんか、例えば
その、まあ、人を殺めてしまったっていう事件っていうのはよくあると思うし、まあ、なんかこういういろんな話を聞くと、自分もなんか同じような状況になったら、こう、やっちゃいそうな気がすることってあるじゃないですか。あの、はいはいはい、うん。全くないとは言い切れないです、それは。もちろん。はい。ただ、うん、そうは言っても、うん、やっぱりそこを踏み越えて、うん、それをできる人と、うん、その、自分ではそういうふうに、いざとなったらやっちゃうんだろうなって言っても、結局、やれない人とは、うん、やっぱりここはね、大きな壁があると思ってて、そこを乗り越えられる人っていうのは、やっぱりなんか、ぶっ飛んでるような感じがしますね。それってパーセンテージで言ったらそういう方ってどれぐらいいるんですかね。いや極めて少ないんじゃないですかね。いや怖いですよね。だから、はい、まあ教育とかそういったものも、うん、はい、うん、そうですよね、うん、そこはじゃあどうやってそういう人が生まれるかっていうと、うん、土壌になるのはその教育制度みたいなところにやっぱちょっとなってきたんですもんね、はい、日本がこんなに平和なのはやっぱり、はい、うん、そこら辺にバッグ置いといても持ってかれないのはやっぱり教育の成果だと思ってて、うん、そうですよね。いやだからやっぱり日本がね今その住みづらい世の中になってるって言うんですけど、うん、やっぱ普通にね夜歩けるっていう時点でね、うん、海外と比べると ね、比べるとね、そういうのもありますよね。なるほど。いややっぱいろいろ話面白いですね。いや面白かった。ジュースさん本当にありがとうございます。これはもうでもちょっと本当にうちのコメント欄にちょっと周波数総プロって書かれてもちょっとそれは申し訳ない。すいませんね、ここはもうすぐに開示開示請求来る。気をつけな。書く人は心して、書く人書かちゃダメ。これ誘導してません。いやいやこれ、いや書かないでね、まずはね。お願いします。というところで、はい、藤吉さんのチャンネルはですね概要欄の方に貼らせていただいておりまして、はい、で今回コラボでございますので、はい、我々もちょっとですね藤井さんのチャンネルの方で相談したいことがありまして、はい、そちらの方もよろしくお願いします。見ていただいてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でこちらシャレにならない裏の話は今後もやっていきますので皆様お楽しみに。ということで本日は藤井さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。